皆さんこんにちは。横浜発ようこそ日本へ、ガイド役のお母さんです。このチャンネルは横浜を中心に神奈川県の魅力をご紹介しています。現在横浜市内各所ではガーデンネックレス横浜2024ローズウィーク2024が行われています。バラは横浜市のシンボル、シティフラワーなんです。日本原産のバラもありますが、西洋バラの多くは開港間もない横浜から日本へもたらされたと言われています。それを記念して市政100年を迎えた1989年、平成元年に横浜市の花としてバラが選ばれました。ローズウィーク2024の開催場所はご覧の市内各所です。開催期日は6月の9日日曜日までとなっています。今日ご覧いただくのは山下公園内の未来のバラ園です。会場への最寄りのバス停は山下公園前、最寄り駅港未来線の元町中華街駅からは徒歩3分程度で行くことができます。それでは先週土曜日18日に撮影した山下公園の未来のバラ園の様子をご覧ください。ローズウィーク2024の開催期日は6月9日日曜日までです。今日も一日良い日でありますように。